あっちの橋だね。あれか。ちょっと充電やばい。満タンです。やっぱり馬力出ねえな。遅い。あれ見える？めっちゃ見える。あ、めっちゃ見える。あんなとこ歩いてんだね。危ない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 。また見える。あぶね。さあ来たぞ。え、これが治ったらもしかして橋いらねえかもな。歩くか。金属が、あ、超えてる。セラミック、あれ？あ、これ入れるとオーバーしちゃうからもったいないよっつってんのかな。いや、いいです、いいです。入れると250オーバー。あ、なんかもったいなくね。いっか。あ、600のでいいのか。600入れる。これでいいのか。とあとセラミックが240。これとこれ入れる。 OK だね。やったぜ、つながった。うん、危なくない？あれすごいところで止まってはいませんか。待って待って待って、それは危ねえな。あれなんだ。セラミック、これはやっぱ橋いるか。国道が直ってない場合は橋を使っていくしかないみたいな。まあこの辺から行けばいいよね、橋。あ、これ相当溜まってずっと我慢してるもんね。大丈夫かな。こうだ。あ、段差登れないのこれ。あ、だからああいう風にかけてあったのかな。
国道をつけたら消えちゃったけどね、横向きになってたやつ。あ、意外と段差登るように走って使えないの？あ、ダメだね。あ、そうなんだ。密着とか。あ、全然ダメだ。おっと、おお、ダメだ。あ、一瞬今これいける。よし、頼むぞ。これならいけるんだね。結構微妙というか、で800入れちゃおう。完成だ。800よろしく。建設物から離れてください。完成しました。まあでも向こうの国道完成すればまたこれいらなくなるけどね、多分。でもまだ国道ができていない人もいるだろうからね。で、次の国道が行ってっか。さて、あそこにあります。これに入れられればまたで足りるんだよね、確か背負ってるやつで。いるぜ。800 850、これとこれ入れると、セラミック160 180か。これとこれ入れた。よし、これでいいよ。やったぜ。でもあの橋いらなくなったわ。やったね。ここの行き来が楽になる。あれ誰のこれ、俺が今建てた、うん、俺のじゃんこれ、これ俺のじゃん。そうなのね。ちょっとこれ邪魔だよね、皆さんのご迷惑になると思うんで、責任を持って俺が。あ、落ちろ落ちろ落ちろ。まあ、ここに置いとくんで皆さん使ってくださいね。
ッケー、よし、じゃあ行くぞ。天気悪いね。出発だ。どこまで繋がってんのかな、これ。おお、配送センターまで行ってる。よし、じゃあこれはもうやるか、依頼を受けるか。あれは？そこのやつは？カイラル結晶、金属とセラ、まあいけそうではあるが。異常なし。ようこそサブフォーダーブリッジ。さて戻ってきた。なんかある？落とし物か。これはいいでしょう。返却。落とし物。で、素材もらえる？あ、全然ないね。じゃあですね、ここで装備を整えて届けようぜ、これ。気象観測所へ高精度カイラル物質測定器を配送せよ。15キロ。山の上なんだよね。はしごいっぱい持ってった方がいいかな。受けちゃいます。説明は？これの説明。ブリッジズが管理している気象観測所にキューピッドを接続してほしい。運ぶのはカイラル物質測定器だ。サム、カイラル通信網にこの測定器が実装されれば、カイラル濃度の変化を解析して天候予測の精度が格段にアップするの。カイラル濃度が高く、さらに時雨が降る場所では BT が座礁してくる可能性も高くなる。天気予報を活用すれば BT と遭遇する前に座礁の可能性を予測できるはず。雨あるところに BT ありみたいな。受けます。で、金属これしかないから橋もかけらんないんで、プライベートボックスに入ってるってことだよね。取り出すんで、まあまあとりあえずいいや。これ俺のってこと？決定。で、背負います。さあ、配送荷物はこれエルダー向けのやつでね。これはいいや。落とし物いいや。入れちゃ、あ、エルダー当てか。後で行くよ。素材、ボーラガンはいらんでしょ。あ、この辺リサイクル出せば金属増えっかな。直で入れられればいいんだけどね。ダメだよね。一回背負うしかねえのか。いらないやつ全部背負って。この辺いるか。一回出しちゃって。行きます。依頼が受注されました。で、めっちゃリサイクル。まずこれは使える。これいるか。血液グレーズこれしまっとこう。多分ボーラガンだけでいけると思うんだよね。あれ、全然背負ってなくね。あれ、背負ってなかった、さっきのやつ。あ、背負ってなかったね。あれ、保管庫に入ったやつをリサイクルでやれるじゃん。今さら気づいたけど。なのでこれいいでしょ。はしご2個持ってこうね。牽制装置も1個。これいっか、リサイクル。ファイルも1個使っちゃってるんで、リサイクル。ブーツいらん。スプレーは持ってこう。劣化しちゃってるしいいか。リサイクル。こんなもんか。
ッケー。リサイクル。増えたね。金属は少ねえな。でまず血液袋3つぐらいでいいか。ポーチへ入れる。 OK。 あとはしご2つ背負う。なもんでいいかな。スプレー背負う。あ、もうこれ背負ってるやつか。 OK。で、足んないもの何が足んねえかな。建設措置1個必要でしょ。いらねえかもしんねえな。急にポストとか立てたくなるかもしれない。パイル1個。予備ブーツ持ってないよね。いっか。やばいんだっけ。1個作るか。結構減ってるかもしんない。ボーラが1丁あればいいと思うんだよね。いいでしょ。 OK。 ポーパイルは背負う。これも背負う。でそれを履く。履いて落ちてんのは背負うか。背負う。 OK。 予備いいでしょ。いや作っとく。どうなんでしょうね。作っとくか。ウーサンガ。OK。で、減ってるやつはリサイクル。これだね。よろしく。よし、これでもういいんじゃないか。ご提供いただきありがとうございました。一通り揃ったと言えるでしょう。ボーラガンの弾数知りたいよね。あ、今見えてたのか。装備してもわかるっしょ。24発。お、何でもあるの。武器の使用は禁止されています。あ、禁止。そうかそうかそうか。なるほどなるほど。装備はできるんだね。24発あれば多分いけるんでしょうね。おそらく BT も出るんだろう。あー、どうしよう。じゃあグレネード持ってくか。万が一があるもんね。カスタムグレネード入ってねえかな。あ、1個持ってんのか。背負ってたわ。スプレーとこれが届けるやつ。はしご1個2個、パイル1個。大丈夫か。大丈夫だね。あとシェアボックス俺見てなかったわ。落とし物ばっかりだな。あ、でもこれ届ける。ここで受け取って届ければさ、もうそれだけでいいねもらえちゃうやつじゃん。まあいいか。お、すげえ、正式ブーツレベル3だって。ほー、まあまあ俺が手に入れた時に使わせていただこう。入ってんね、素材。これがあればさ、橋作れるわ。ありがたくいただこうか。ノエルボムさんに感謝だわ。背負う。1個ぐらい多分ね、橋必要になると思うんで。ありがとうございます。行きましょう。俺ももう余裕できたらみんなに素材あげるわ。スタミナとか大丈夫かな。そんな減ってねえし、行こう。行ってらっしゃい。行ってきます。
いきなりこんな道なんだよね。そうそうそう、行ってくるよ。武器のロックを解除します。これ直しちゃったらよくね。これいけるっしょ、これいけるな。よし、これ直そう。多分足りると思われる。あっちょっと、クリア。スーツに付着したカイラル物質を洗浄。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。で、カイラル結晶はあるので、なんか一桁まですごく半端な感じになってるけど、523の704、784すごい。ちょっともう一回ちょっと待って、一回じゃ覚えらんない。桁、俺3桁の記憶がもうできなくなってる。1400の520523、523、いけるいける。これとセラミックがいくつだっけ、ちょっと待ってね、わかんねえ。背負う。とあといくつ、800あればいいやつ ?784 だね、784、800でいい。セラミック800。ほー、入ってない?セラミックくれねえかな。800いけそう、ありがとう。ん?これでちょうど 800?604、 うおー、ありがとう、マジで。お三方の力でちょうど国道が直せる。マジありがとう。乗っていけないみてえだ。着くかな?これと、これを、つける。オッケー。さすがに重いよな。よし、直すぞ。スキャンを開始します。重い。行ってらっしゃい。よし。さて、直します。まずカイラル結晶がぴったり。セラミック入れる。で、金属がこれはなんだ、これでいいんだよね。入れた。 OK です。直すよ。どこまで通じるんだろう。うわー、川渡れなそうだね。なんかあそこじゃ橋かけっか。この先にもまたあるってことだよね。渡れねー。セーフハウス、セーフハウスがあって、次のやつはここつなげねえとわかんねえのか。国土復旧措置どこにあるんだろうな。なんかここあんだよね。これとか何なんだろうね。これも国道か。
よし、まあ、とりあえず行こうか。どうなる？まあそうなるよね。で、向かうべきあれか。こうしてみるとそんな遠くねえんだけど。だね。じゃあここに橋立てていこうか。あ、そこにバイクあるね。誰のだろう。邪魔になるよね。あ、あっちへか。あそこら、あそこにもバイクがある。あ、これか、復旧装置。ここも外なんだ。あ、誰も繋がってないから誰も入れてない状態になってるね。あ、ここじゃない？障害物を検知。水深が深すぎる。意外と繋がんねえもんだな。おとなしくあの橋使わせてもらうか。そうすっか。これ俺んじゃねえわ。行きます。まあ、これぐらいのデコボコ道はなんとかなる。上か。うん。あった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 。あ、お。ジャンプ。いけた。あ、ちょっと待って。ここで切り返しは結構辛いぞ。あそこ行けねえよな、あの橋。え、はしごでお茶を濁す？いや、やっぱり橋だな、やるべきは。おお、そこ滑る？そんな滑っちゃう？リバーストレート結構滑る素材でできてるんだね。国道にかかっちゃダメだよね。意外とかけるの難しいね。しょうがない、渡るか、このまま無理やり。出発だ。まあここだね。行くぜ。オッケー。ここまで来たはいいけど、徒歩の方がいい気がする、これ以降は。あー、こういうとこだ。よし、ここに置いて、俺もここに置いてくわ。駐輪場並べて。素材消えちゃうかもな。まあいっか。なんだっけこれ、樹脂800。俺これなんで持ってきたんだっけ、樹脂800って。これなんだっけ。まあいっか、行くぞ。あ、だからこれポストを作って入れておけば消えねえってことか。そういうことか。俺この状態で離れちゃうと多分異次元に飛ばされるんだよな、あの樹脂が。まあ
橋かけなかったんで、ポスト立てようぜ。ここよし、建設物完成しました。よっしゃ、入れとこうぜ。あんまりそこまですることかって感じだったけどね。入れます。 OK、 よし、じゃあ歩いていくか。では走っていこう。充電とかできねえからあんまりスケルトンの電力使わない方がいいかもしれないね。はい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 、雨だね。あ、充電？何も見えねえんだ。結構高いよ。道っぽいけどね、これもまた。急いだ方がいいね。まあ出ますよね。行くしかない。なんかあるか、そこ。うっち、そこにポスト。ポスト。ポストも BT に反応。スプレーとかあったらもらっときたいな。なんかない？シェアボックス、ああ、ありがてえな。それもらっていいかい？ありがとう。背負う。なんもかな？もらってばっかりで申し訳ねえな、なんか。はしごかけてある。雨宿りができるんだ、あそこ。多分イベント的にこれやまないよね。今んとこ大丈夫。雨宿り、おお、できんだね、ちゃんと。おるやん。撃ってみようか。くらえ。一発じゃなくね？どういう状態これ。あ、でもなんか絡まって動けなくしてるっぽいかな。倒すわけじゃねえんだな。もう一発ヘッドショットで。あ、足に巻きついたね。いけるんじゃないこれで。届けるんだろうけど、まあ今は無視していこう。前にいる？いた。近い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 。落ちた。落ちる落ちる。あれか。
大丈夫だ。足止めだね、やっぱり。うっち。上。どうだ。近い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 。わあ。荷物大丈夫かい？ケースやべえな。あと18発。大丈夫そう。落ち着いた。いるね。正面。あれか。抜けたんじゃねえかい？抜けたっぽい。ありがとう。おいおい、逃げたんだよね。ありがとう。イエーイ。あれか。高えとこにあんねー。国道を通った人がいる。なんか感動ですね。なんだこれ、変な風に割れてんね。ゲット。これは橋の出番か。あっちか。はしごかけるまでもねえか。光ってんね。金属。おお、すごい。近未来的な。気象を観測する装置。名称が気象観測所。これが分かると雨が降る場所が分かる。降るタイミングが分かる。すごい光ってんね。雨も止んだ。すごい幻想的だ。